なので実績から考えるとサピックスに転塾すべきだと思います。実はサピックスっていうのはあらゆる塾の中でもかなりカリキュラムが早く進んでいく方なんですよね。こんにちは、辻です。今回の動画は中学受験情報局にユーザーの方からいただいたご質問にお答えする形にしたいと思います。ご質問はどのようなものかというと、日能研に通う現4年生、新5年生の男の子の父です。サピックスへの転塾を検討しており、気をつける点、アドバイスがあればお願いします。ということで、日能研の4年では小規模教室ながら最上位クラス、育成テスト、そして公開テストはおおむね算数は偏差値が60オーバー。で、国語が45から50ぐらい。理科社会はこれも偏差値60前後が多いです。国語以外は余力があるように見えます。サピックスの1月の入試クラス分けテストでは、どれも半分強の得点でした。理科社会は日能研で習っていない範囲が多かったようです。国語は日能研よりも簡単とご本人が言っていたそうです。で、算数なんですが、後でお父様とね、やり直しをするとできる問題ばかりだったということなんですよね。そしてお父様はというと、中学受験の塾の講師のアルバイトを20年以上やってらしたことがあるということで、この受験の問題に関してはかなり詳しいということですよね。で、他の方のブログを見ると、この入試テストの点数というのは、入試テスト、クラス分けテストの平均点ぐらいの点なのではないかということです。ご質問は3つ。まず1つ目なんですけども、真ん中くらいのクラス、まあ、今回のね、結果では真ん中くらいのクラスの入塾になっても、やはりサピックスへの転塾をすべきでしょうか。今のところ、慶応 SFC、そして普通部、そしてつくこまなどを目指したいと考えています。そして2番目の質問は、サピックスはマンスリーテストも平日、これは授業の時間にあるんですよね。平日で日能研のように土日にテストがないということですよね。土日にテストは少ないので、6年生夏まではサッカーを続けたいと思いますと、現実的でしょうかというご質問。で、3つ目なんですけども、その他気をつけるところがあればアドバイスをお願いします。ということなんですけども、3つそれぞれお答えしていきたいと思います。まず1つ目。真ん中ぐらいのクラスでもサピックスに入塾すべきでしょうかということなんですけども、これは目指している学校がね、KOSFC、普通部、そしてつくこまということですから、やはり最上位校ですよね、の合格実績を見ると、やはりサピックスが圧倒的です。実績が出ているということは志望する人、そして実際に受験して合格する人が多いということですから、やはりそのためのノウハウの蓄積もあるということですよね。日能研は、まあ、どうしても物足りない数字と言わざるを得ないですよね。なので、実績から考えるとサピックスに転塾すべきだと思います。ただ、これ3番のところにも述べますけれども、サピックスと日能研、随分塾のスタイルが違います。カリキュラムもそうですし、それから授業の進め方自体もだいぶ違うんですよね。なので、これに合うんだったらという条件付きですよね。なのですが、やはり結果から言うと、数字的には転塾が現実的だということが言えると思います。ただし、転塾した後ね、やはり最上位校が目標ですから、少なくとも、アルファベットクラスとアルファと最上位クラスありますけども、やはりアルファベットクラスでも最上位、あるいはアルファですよね、に入れるようにクラスアップというのを目指していかなくちゃいけない。これはこれで大変です。なのですが、一応サピックスの方が目指すところから考えると現実的だというのがお答えになります。さあ、二つ目の質問なんですけれども、サピックスは土曜とか日曜にテストがあまりないので、サッカーを続けさせてあげたい。できれば6年生の夏ぐらいまでという話ですよね。これなんですけども、僕もやはりね、習い事、整理はある程度必要なんですけれども、やはり受験勉強を始めるとあれもこれもというわけにはいかないですよね。ただ、一番好きな習い事とか、ご本人がやはりそれがモチベーションの糧になっている。こういった習い事はできる限り続けさせてあげたいという方なんですよね。ただ、サピックスの場合は6年生になると土曜の特訓が入ります。これが入ってくると、6年生になった時からサッカーをお休みしなくちゃいけないというふうになる可能性はありますよね。土徳はほぼほぼ強制的にね、受けなさいっていうことになると思いますから、そのあたりがポイントになるかと思います。さあ、そして3つ目の質問、それ以外にもろもろアドバイスありましたらということですけれども、やはりね、転塾で一番ポイントになるのは、テストのところでね、お父様もおっしゃっていた通り、理科とか社会で習っていない項目があった。この部分ですよね。実はサピックスっていうのは、あらゆる塾の中でもかなりカリキュラムが早く進んでいく方なんですよね。一方で日能研は一番ゆっくり進んでいく塾です。ですから、転塾するときに習っていない項目が算数も理科も出てくるはずですよね。これをきっちりと押さえておいてほしいんですよね。
全部一気に片付けて転塾っていうことができなくても、ここは習っていない、ここは習っているっていうのが把握できてればいいんですよね。そういう状態で転塾されることをお勧めします。そしてもう一つのポイントはというと、講習会。夏季講習とか春季講習、冬季講習。日能研は純粋な復習でしたよね。これまででやったことを総復習してくれる。だからちょっとね、この単元ちょっと積み残しちゃったなとか消化不良だったなっていう単元があっても、講習会でなんとか埋め合わせができるという余裕があったんですよね。ただサピックスは1年間を通してカリキュラムがどんどん進んでいく。つまり講習会だからといって立ち止まって復習じゃないんですよね。講習会も含めて一気に全部のカリキュラムを消化していく。なので、日能研とかね、他塾に比べてカリキュラム構成そのものが詳細、細かいんですよね。こういった利点はあるんですけれども、復習の機会がまとまったね、ないということで、ここが最大のポイントになるかと思います。ですので、講習会とは別に積み残しちゃったなっていうところは、復習のポイントをね、ご自身、ご家庭で計画していく必要があります。そういった意味では、日能研とか他塾に比べると随分ご家庭の負担が重い。そして授業も週に平日あるだけで土日の授業がない、テストも少ないということは、その分ご家庭の負担が多いということもできるんですよね。このあたりを織り込み済みで転塾を検討されるという必要があるかと思います。ということで今回はサピックスへの転塾、日能研からサピックスに転塾を検討しているというご家庭のご質問にお答えする形でお送りしてきました。この動画が良かったという方は、ぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。そして、この動画が受験生の皆さん、そしてお父さんお母さんの少しでもお役に立てば幸いです。